やアメンアメンハレリア、こんばんは。こんばんは、ハレリア。こんばんは、久しぶりです。ヒカルさん、こんばんは。髪の毛がない久しぶりの合成ですね。久しぶりですね。ちょっと去年の今ぐらい、あ、小太郎さん、ハレリア。去年の今ぐらいやったんですけどね、懐かしい背景。そうですね、いいでしょ。私がちょっと映ってるよりもこの背景だけの方がいいですよね。本当はこういう、本当にリアルでこういうところでやりたいんですよね、本当はね。こういうところで本当は放送、外配信したらどんなにいいでしょうかね。まあ、今はちょっとできないんですけど、まあ、合成で我慢してほしいんですが、青じゃなくて白が透けてる。ああ、白が透けてるね。私もちょっと影が薄いみたいな影が薄いですね。小太郎さん、ありがとうございます。今日は体育の日ですね。体育の日、確かに。あ、第三、ハレリア。確かにね、今はこう運動にはいい季節かもしれませんね。運動にはいい季節ですね。はい、もうすぐですね、明日ですね、明日の夜からガジマ集会が始まります。それでコミにも貼ってあるんですが、明日から、火水木金、火水木金、一応電動放送がないんですが、そのガジマ集会の外配信、集会配信ですね、集会配信ができるかもしれない。ちょっとね、まだは言えない。もしできるなら明日夜6時ね。それから水曜と木曜は10時と1時半と6時、水木はそうですね、で金曜日がまた6時かな。金曜日は横浜なんですが、あ、これ面白いね、これなんかすごくこうパンフレットが透き通ってね、パンフレットが透き通って面白いね、これね。まあ、そういうわけでですね、明日から4日間はないということですね。その代わり、まあ、ガジマ集会が見れるかもしれない。ちょっと回線が分かんない、まあ、初めてやるとこだから、いつもと違うとこなので回線ができるかどうかちょっと行ってみないと分からないという、下見もちょっとできないので、はい、そういうわけですね。川口じゃないんですね。いつもはね、川口リリアでやるんですが、その何でしょうか。明日はね、私も見に行きます。明日はね、中野ゼロホールですね。去年はガジマ集会できましたけど、去年もね、回線が悪かったんです、川口でね。それで2階のちょっとドアに近いところでやっとかろうじてできたという感じで、で明日は場所が違うので行ってみないと分かんないみたいな感じですね。はい、私も明日行きます。あ、明日来てくれる方がいるんですか。で一応ですね、貼っときましょうね、明日のそのね、スケジュールの明日から4日間のスケジュールがここにありますので、皆さんもうすでに知ってると思うんですが、これにあります。それで、あ、水木と参加予定、アメン、素晴らしい。水木と参加予定、え、これ誰この水木誰ですか。ヒカルさん、水木誰が出るのかな、誰が出るのかな。昔アリ中だって本当ですか。はい、昔アリ中でしたね。あ、リトルさん、あ、リトルさんが水木ね、
去年ガジマ氏は機会があればキーちゃんの放送に出たいと言った。え、そんなの聞いたことないですよ。それはそれはちょっと聞いてないと思うんですけどね。ひとみさん、ひとみさん、こんばんは、こんばんは。はい、それでですね、今日はですね、まあ何の話かというと、あ、金梅さんのとつ面白かった、昨日と今日と3日ぐらいもう金梅さんとやってるね、なんかね、まあ3日ぐらい、金梅さんと話してますが、彼もね、あのアル中みたいなもんですね。だからイエス様信じたらね、あのアルコールから解放されると思うんですが、あれこれ何かな、アル中から解放されると思いますよ、ね、皆さんぜひ彼が救われるように祈ってくださいね。救われるようにね。はい、それではですね、今日はですね、要するに、まあ、ガジマ集会ですから、あ、今貼った、その今貼った、URL はガジマ集会のそのビデオ、ガジマさんのビデオがあって、生き返った方の証、少し前にやった生き返った方の証のビデオがありますので、まだそれを見てない方はですね、生き返った方の証を見ることができます。そしてあと11月ぐらいかな、11月はじめぐらいにまた東京でやるんですが、それの集会案内も下の方にありますので、今週行けない方はもう一回東京だったらチャンスがありますね。チャンスがあります。はい、今日はですね、ちょっと驚くべき写真を見せますね。ですね、あのガジマさんがですね、あの死人を蘇らせた写真が、タンザニアの新聞に出たんですね。タンザニアの新聞で、その新聞を今お見せします。その新聞には2枚の写真があってですね、あの片方は死人が生き返った写真、ね、死んでいた人が生き返った写真、そしてその右側の写真はその生き返った人が歩いてる写真ですね。歩いてる写真ね。皆さん、本当にびっくりですよ。本当はね、映像かなんかがあるといいんですけど、映像はねないんですが、あの私のコミの下の方にですね、私のコミの下の方にあの映像もあります。それはあの他の牧師の映像ですが、映像見てください。じゃあ行きますよ。皆さん、用意はいかがですか。用意はいかがですか。行きますよ。1、2の3、これですね。この左の牧師がガジマ牧師ですね。この左の牧師がガジマ牧師で、あのタンザニアの新聞を持ってます。タンザニアで、その新聞の中にあの2つ写真がありますよね。2枚ね。その左側の方が、あの死人が蘇った時の写真ですね。死人が蘇った写真。そしてあのですから、この時点でも死体じゃないんですね。この時点でも生きてる人間なんですね。で、右の方はそのもうちょっと元気になってもう歩いてる写真ですね。歩いてる写真ねえ、皆さん手が曲がってるんですね。だからこの手が曲がってるっていうのはもう干からびちゃってたのかな。こう干からびてた手が元に戻ったんでしょうかね。すごいですよね皆さん。これがまあもう本当にもうちょっとこう理解できないというか、もうびっくりしちゃうというか、もうありえないというか、まあ、本当にですね、本当にこうすごいですよね皆さんね。これタンザニアの新聞に出てですね。アミラチャさん、こんばんは。この左の方がもう、生き返った時の、ね、死人が生き返った時の時ですね。で、だんだん元気になってきて歩いてるということで、本当に、もちろん干からびてますね。もう干からびてるという感じなんですが、それではですね、あの今度はあその時のこの写真が載ってる URL を貼りますからね。この写真が載ってる
URL を貼りましょうね。それでこれ実際にこの URL で記事がありますから、これ皆さん読んでください。この URL から、まあ、撮ったわけなんですが、この URL でですね、いろいろ検証してください。検証してくださいね。はい、じゃあ一応写真これで、もう本当に日本、ネットに出てるわけですが、初公開じゃないんだけどね、まあニコ生初公開と言いましょうか。ニコ生初公開ですね。はい、じゃあ一応これを下ろしますね。はい、これでですね、あの死にがよみがえるこの証拠写真ですね。証拠写真で今のね URL を見るとね、皆さんびっくりですよ。今の URL 見たらね、13年前、7年前、2年前にもよみがってるんですって。13年前ですよ皆さん。死んでですよ、死んで直後じゃなくて13年前、7年前、2年前の人たちがよみがえってる。まさにミイラがよみがえったみたいなね。ミイラがよみがえった、すごいですね。勝野くさんアメン。はい、朝日新聞の朝刊に載ればリバイバルが起こると思います。アメン。はい、そういうわけでですね、本当にあの、まあ、日本でそういうね、そういうことが起きたらすごいと思いますが、はい、それではですね、じゃあ今度はですね、人が蘇るっていうのはどういうことかということをちょっとね説明したいと思います。この人が蘇る、それは一体どういうことかということですね。つまりですね、この聖書の旧約聖書でも新約聖書でも、まあ、病気が治るっていうのはもちろんあるんですが、あの病気が治るだけじゃなくてね、この死人が蘇るという記事もいくつかあるんですね。エリアも死人を蘇らせました。それからイエス様ももちろん死人を蘇らせましたし、ペテロも人を蘇らせましたし、パウロも人を蘇らせましたね。ですから、あの旧約新約両方ともにそういうですね、あの蘇った記事があるわけですね。それでですね、蘇るっていうのはどういうことかということですが、イエス様も十字架にかかって3日目によみがえった。イエス様も3日目に、亡くなっている私たちのために死んで、そして3日目によみがえったということなんですが、そこのちょっと読んでみましょうかね。まずここですね、ヨハネ11の24、ここから読んでいきましょう。あれ、これ見れるかな。あ、これまずいかな。これちょっとこれ合成だとまずいね。合成でできないかな。ちょっと難しい。できるね。ちょっと難しいけど、マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？つまりですね、あのイエス様が十字架に私たちのために死んで死なれました。しかし3日目によみがえったんですね。イエス様が私たちに伝えたいことは、イエス様がよみがえりだということですね。イエス様自身がよみがえりで命だ。神様は命なんだよ、神様は命だよって言うんですね。そしてイエス様を信じる者は死んでも生きる、またはイエス様を信じる者は、その決して死ぬことがない。イエス・キリストを信じる者はね、
死ぬことがない、死ぬことがないっていうのはつまり肉体は死にますけどね、イエス・キリストを信じる者は死ぬことがない、また死んでも生きる。イエス様が命だ、神様は命だ、神様はよみがえりだ、イエス様はよみがえりだ。イエス・キリストを信じる者は、死んでも生きる、また決して死なない。皆さん、これがキリスト教ですね。これがキリスト教、これがキリスト教です。素晴らしい福音です。アメン。これが福音です。これがキリスト教です。つまり死人がよみがえる、死人がよみがえる、ね、死人がよみがえる、これがですね、キリスト教なんです。これがキリスト教。そしてですね、これね、ヨハネ5章、ヨハネ5章ね、ヨハネ5章の見れない、ヨハネ5章の25、誠に誠にあなた方に告げます、死人が神の子の声を聞くときが来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。誠に誠にあなた方に告げます、死人が神の声の神の子の声を聞くときが来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。つまりこれ何を言いたいかというと、人間は霊的に死んでいる、人間は霊的に死んでいる、皆さんは死んでいる、皆さんは霊的に死んでいる、皆さんは霊的に死んでいるけれども、イエス・キリストの言葉を聞くと、イエス・キリストの言葉を聞くと生きると書いてあるんですね。生きる。死人が神の声の声、神の御子の神の子の声を聞くときが来ます。聞く者は生きる。イエス・キリストの御言葉を聞くと、イエス・キリストの御言葉を聞くと霊的に死んでいる私たちが生きるのです。命を持つのです。皆さんの心の中に命が入るのです。命が入るのです。皆さん、伝道というのは霊的に死んでいる人がイエス・キリストの言葉を聞いてよみがえることなのです。生きることなのです。キリスト教は復活なのです。キリスト教は復活なのです。死んでいた、霊的に死んでいる人間が生き返るのです。このガジマさんが死人をよみがえらすというのは、これはその肉体がよみがえるということで、その肉体がよみがえるということを通して、この命が霊的によみがえるということを表しているんです。でガジマさんの祈りによってこう生き返った人はまた死ぬんですね。ガジマさんが祈るでしょと死人がよみがえりますね。でもその人たちはまた死にます。だからこれは肉体の死ですね。ガジマさんはある意味では肉体の死をよみがえらすわけです、ね、だけどイエス様は、ね、霊的に死んでる人をよみがえらすんです。つまりクリスチャンというのは霊的に死んでいても、ね、その霊的に死んでても、この永遠の命を受けて霊的に生き返る、これがですねあれなんですね、これがキリスト教なんですね。これがキリスト教。はい。そしてですね、ですから、私はこの伝道で何をしているかというと、私の場合はまあ肉体的によみがえらすことをしているのではなくて、私がしているのは霊的によみがえらすことですね。皆さんが、イエス様のことを信じるようになって、イエス様のことを信じるようになって、皆さんは霊的に生き返ったということですね。皆さんが元気が出た、皆さんが油注ぎを
こう受けて元気になった、皆さんがやる気になった、皆さんが生きる気力を持った、それは霊的に生き返ったということですね。霊的に生き返った、霊的に生き返った、皆さんがこの元気になったということは霊的に生き返ったということですね。そしてクリスチャンは、クリスチャンはですね、肉体的には死にますね。クリスチャンは肉体的には死ぬかもしれないけども、しかし私たちは、私たちは、ね、もう一度生き返って、肉体的じゃなくて今度はですね、栄光の体として生き返って天国に行きます。以前はイエス様を信じなかった、今はやる気、元気、いわきですから、キリスト教っていうのは復活なんだよということですね。キリスト教っていうのは復活なんだよ。そういうわけで、その明日楽しみですね。それから、ガジモさんはね、全国、あ、これ見えないかね、見えない、全国に行きますので、東京だけじゃなくて、名古屋、大阪、山口、新居浜、福岡、別府、宮崎、札幌、ね、東京、東京を皮切りに、いわきにも行きますよ、いわきにもね。ちょっと簡単に言いましょうかね。東京が、今月9、10、11、横浜12、いわきが13、14、名古屋が16、17、大阪が18、18から26、神戸27、28、山口30、新居浜31、11月1日、福岡2日、11月2日から11月4日、別府が11月5日から7日、宮崎が8日、札幌が9から11、東京が12から18と、まあ、すごいですよ、1ヶ月半、1ヶ月半、ね、日本のために、全国ツアーですね、全国ツアー。私はね、このことを今日思わされたのはね、聖霊様から思わされたのは、ガジマさんはね、実際に今死因を蘇らすということはあるかないか分かりませんね。去年一昨年はなかったんですが、今年もないかもしれません。でも私が感じたのはね、私が感じたのは、死んでる日本が、死んでる日本が、ガジマさんのこの全国ツアーによってですね、生き返ってほしいということですね。ガジマさんの全国ツアー、ね、北海道から九州まで、もう沖縄はちょっと行かないんですが、全国ツアーによって、全国ツアーによって、日本が生き返ってほしい、生き返ってほしい、死んでる日本が生き返ってほしいという、そういう感じですね。ですから、この、ガジマさんの全国ツアーは非常にですね、大事な、大事なその時になるんではないでしょうか。そういうことですね。もう一箇所聖書読みましょうかね。もう一箇所聖書。神様の御心は、ヨハネ6の39、神様の御心は、39ね、39、6の39、6だったかな、6の39、私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が、皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。神様の御心は、神様の御心は、イエス・キリストを信じる者が一人も滅びることなく、よみがえることだ。よみがえる。イエス・キリストを信じる者が終わりの日に、終わりの日っていうのはイエス様が来た日なんですが、イエス様の再臨の時に、イエス様の再臨の時によみがえる、よみがえる。
あの、まあ、再臨がいつ来るか分かんないですけど、あの、まあ、30年後か40年後かちょっと分からないんですが、まあ、30年後とします。仮定ですね、仮定。30年後に、まあ、イエス様が再臨しますね。ラッパの響きでパンパカパーンってこうね、万軍の天使を連れて、神の栄光でイエス様が来るんですね。再臨ですよ、再臨。でその時にまず死んだクリスチャンが、2000年間ですね、2000年間死んでたクリスチャンが蘇るんです。クリスチャンが蘇るんです。クリスチャンが蘇ってですね、こう空中景気をするね、空中景気をして、再臨したイエス様に会うんですね。それから生きているクリスチャンが景気をするんですね。最初に死んでいたクリスチャンが蘇って景気をするんです。私はどっちかな、私は死んで蘇ってなのか、生きたまま景気なのか、まあ、どっちかというと生きたまま景気したいんですけどね。そのためにちょっと長生きしなきゃいけないんですが、まあ、そういうわけでこの終わりの日は素晴らしいことが起きるのです。この終わりの日には素晴らしいことが起きるのです。つまりもう2000年間死んでたクリスチャンが蘇って空中景気をしてね、上に天の方にこう登ってって、そしてイエス様に出会うんですね。すごい。長生きしてこの世で伝道してください。お祈りしてます。ありがとうございます。長生きしてですね、死んで蘇る方じゃなくて、生きたまま景気をする。ね。まあ、どっちがいいんだかわかりませんね。まあ、どっちがいいんだかわかんないんですが、まあ、どっちかというと、生きたまま景気をしたいという感じですね。生きたまま景気をしたいということですが、まあ、リトルさん祈ってくれてありがとうございます。つまりですね、まあ、生きたまま、要するに私が言いたいのは、この全世界のクライマックスは、この人類の歴史の、全歴史のクライマックスは、このイエス様の再臨の時に、死んでるクリスチャンが蘇ることなんだよということですね。死んでるクリスチャンが蘇ること。死んでるクリスチャンが蘇ること。すごいでしょうね。もうあちこちからポコポコ、あ、日本はクリスチャンいなかったら少ない、あれですけど、クリスチャンの多い国だったら、ポコ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 、ね、地面からですね、クリスチャンがこう蘇ってですね、空に飛んでいく姿、すごいでしょうね。すごいですよね。ものすごいことですね。ものすごいこと。私は信じます。私は信じます。兄弟姉妹の皆さん、それを信じましょう。兄弟姉妹の皆さん、それを信じましょう。ね、信じましょう。もう本当にそういうことが起きるんだと信じましょう。アメン、アメン。キリスト教っていうのは蘇りなんだよ。キリスト教っていうのは復活なんだよ。死んでる人間が生き返ることなんだ。そして皆さんは死んで、霊的に死んでいたかもしれないけど、今イエス様を信じて生きたものになったんです。クリスチャンは霊的に生きているのです。クリスチャンは霊的に生きているのです。ですからまず皆さん、まだ信じてない人は、ああ、そっか、自分はまだ死んでるんだ。自分はまだ死んでるんだ。だからこんな苦しいんだと。霊的に死んでるから苦しいんだ。霊的に苦しんでるから、霊的に死んでるから虚しいんだ。霊的に死んでるから生きる意味がないんだ。皆さんが苦しんでる意味が、分かったでしょ。生きる意味がないのは分かるでしょ。死人に生きる意味はないですからね。死んでる人は生きる意味がありません。だから多くの人は人生に生きる意味がないんです。死んでるから苦しいんです。死んでるから虚しいんです。死んでるから辛いのです。だから皆さん、生き返りましょう。生き返りましょう。イエス・キリストを信じて生き返るのです。死んでいてはいけません。死んでいてはいけません。生き返りましょう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 。命を受けるんです。命を受けるんです。アメン。
はい、それではですね、明日放送できなかったら代わりに誰かジャック放送やって、一応あのガジマ周回放送やる予定ですね、やる予定ですね。明日は6時から、できたら6時からやりたい、まあできなかったらごめんなさいという感じね。はい、それでは英語いきましょうか。英語ね、今日はマルコですね。これやったのかな、マルコは今日からかな、これまだやったかどうか覚えてないんだけど、マルコ、マルコ1章の、1章の15。 The kingdom of God is near. Repent and believe the good news. The kingdom of God is near. Repent and believe the good news. このですね、あの The kingdom of God は神の国ですね。神の国、神の王国と言ってもいいかもしれない。この Repent、リペントはね、悔い改めなさいっていうことですね。悔い改めなさい。それから、ザ・グッド・ニューズ。ザ・グッド・ニューズっていうのは、あの、福音のことですね。福音のことは、良い知らせということで、ザ・グッド・ニューズ。つまり、神の国が近づいた。悔い改めて、福音を信じなさいということですね。神の国が近づいた。生き返り、よみがえりが、よみがえることができる。蘇ることができる。神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。福音を信じなさい。蘇ることができる。蘇ることができる。蘇ることができる。悔い改めて福音を信じなさい。これイエス様が伝道した時にあったんですね。その前にね、 The time has come、 時が満ちたというふうに訳します。The time has come。 時が満ちた、時が満ちた、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。まあ、これが伝道ですね。これが伝道、これが伝道ですね。はい、アメン。小太郎さん、アメン。ストッキングさん、こんばんは。ストッキングさん、名前変えてくださいね。ハイソックスも良くないな。なんかもうちょっといい名前に変えてほしいなと思うんですが。カズノコさん、アメン。それではですね、まあ、明石タイムですけど、まあ、皆さんはですね、あの以前は死んでいた、霊的に死んでいた、心が死んでいたという、映像が変、これね、合成なんとかっていうですね、合成って言いまして、クロマキーだったかな、クロマキーって言いましてね、合成写真ですね、合成写真、まあ、写真じゃないから合成映像でしょうかね、合成映像、いいでしょ、綺麗でいいでしょ。以前はよくやったんですけど、最近全然やってなかったのでね。カズノコさん、ハレルヤ。はい、それではですね、蘇った、ああ、蘇った証、ああ生き返った証、ね、皆さん、イエス様を信じて、霊的に生き返りましたから、あ、蘇った証、生き返った証、ね、心が生き返った、人生が生き返った、ね、霊的に生き返った、生き返った証、スタート、生き返った証、スタート。明日のガジマ牧師の、集会が楽しみです。イエス様を信じて心が変化しました。妻の浮気を許せるようになり生き返りました。神様を信じたらベランダに鳥がよく遊びに来るようになりました。イエス様を信じて不安がありません。教会に行っては、性格が優しくなりました。アメン。キューちゃん、ハレルヤってどういう意味ですか。主を賛美しなさいということですね。中絶をした過去が消えました。佐川のバイトが決まった。平安な毎日が訪れました。あやっぺさん、
悪魔の嘘に死んでいたがイエス様の真理で蘇った。暗闇にいた私をイエス様が助けてくれた。神様を信じてから強くなれました。虚しい神を崇拝するのをやめました。昨日3ヶ月ぶりに教会に行きました。生きる意味の本当の意味が分かった。生きる本当の意味が分かった。以前は偶像ゾンビ、今は霊的人間。油注ぎをすると人生が豊かになります。穏やかで純粋な心を持てるようになりました。生きる本当の意味が分かった。占いを信じなくなった。イエス様を信じて被害妄想がなくなった。これ大事ですね。被害妄想がなくなった。自律神経失調症が治った。毒が消えた。心から生まれ変わりたい。鬱の時は死んでいた。イエス様が生き返らせてくれた。アメン。神の存在を近くに感じます。蓄膿症が治った。不眠症を治してください。ガジマさんの方を図書室に納入してもらいました。この放送でアルツハイマーだった母が良くなりました。アメン。私の母もアルツハイマーだったんですが、悪化が止まったんですね。アルツハイマーの悪化が止まりました。鬱が良くなった。自暴自棄で人生でしたがイエス様のおかげで新しく生まれ変わりました。ハレルヤ。アメン。悪いことをしたら全然眠ることができませんでした。霊的に生まれ変わった。風の子さん、霊的に生まれ変わった。人を傷つけなくなった。イエス様を死んだら背中のニキビがなくなりました。私の深夜のキリスト教放送で人の伝道をすることができました。真理をしてネガティブからポジティブに生まれ変わった。余命3ヶ月と言われたのですが1年以上生きています。明日の放送ができますように。この放送のおかげで神を信じることができました。伝道に積極的になった。ニコ生で Q ちゃん以外の放送を見ると吐き気がするようになった。アメン。YouTube の Q 放送のチャンネル見ています。ありがとうございます。キューちゃんが夢に出てくるようになった。ありがとうございます。イエス様が全てと分かった。暗黒放送を見なくなりました。この放送に来ると元気になります。ハレルヤ。牧師様のお説教に感謝いたします。キリスト教関係の本を読むようになりました。アメン。この放送のタイムシストを3回見ています。キューちゃん放送を海外で見ています。アメン。今東京上空からですが町田の教会が燃えているのが見えます。 LTL のメンバーが増えますように。20年前からキューちゃんの放送が見たかった。牧師になることを決めました。ハレルヤ。
ティーチャーのように追いたいです。追えますよ。私のように追えます。生きていることがこんなに素晴らしいものと感じました。アメン。素晴らしい。そこですよ、小太郎さん。そこですよ。生きていることは素晴らしい。生きていることは素晴らしい。そうなんです、小太郎さん。素晴らしい悟りです。素晴らしい悟りです。人を許せるようになりました。ペットまでが Q ちゃんの放送を見るようになりました。11月に LTL に訪問します。来てください。油注ぎは神の力です。アメン。キューちゃんが元気で若々しいのはどうしてですか。油注ぎです。油注ぎです。この放送が始まると犬が吠えます。信仰と希望と愛が生活の中にあります。 LTL から爆発的なリバイバルが起きますよ。神様を信じたら僕の身長伸びますか。伸びる可能性があります。伸びる可能性があります。この放送で宇宙の真理を知ることができました。講演伝道する勇気が出るほどの信仰が欲しいです。この放送を見ると親に怒られます。この放送を見てるとご飯が美味しく感じます。神様を信じたら我慢強くなりました。アメン。好きなものは何ですか。お寿司。この放送で量子力学が完全に理解できました。ジタさんの歩みに祝福を。LTL はハッスル。イエス様を伝えることが生きている意味です。アメン。イエス様を伝えることが生きる意味です。今日神に祈ったら病気が治りました。キューちゃんのおかげでご飯が進みます。イエス様のおかげです。アストキルさんの放送、一回見ました。一回。この放送でキリストへの信仰が治りました。アメン。学校の先生に進化論が間違いだったことを認めてもらいました。油注ぎでサタンから勝利しました。燃えてます。アメン。久しぶり見たんですが、いつもと変わらない放送で安心しました。金梅さんを救ってあげてください。祈ってください。イエス様を信じたら毎日が感謝です。イエス様が全てです。大勢の人々のおかげでキューちゃんも支えていることを忘れてはいけません。アメン。ありがとうございます。ニコ生放送のきっかけとなったのが、キューちゃん牧師です。アメン。最近信仰が燃えて体中が熱いです。もっともっと霊的成長して、どんどん成長したいと思いました。アメン。アメン。キューちゃんが空中結局されるところが目に浮かびました。シュー、ね、こういう感じで、シューって空中結局するんですね。
霊的な意味は神様の祝福です。で、聖霊はどの教会にもあるものだと感じました。美しい自然を作られた神様に感謝します。この7時台は見れないという人が多いと思います。馬の動きでおかげで10年ぶりに笑うことができました。ケちゃん放送見てるとキューちゃんの幻覚を見るようになりました。イエス様は皆さんのすぐそばにいらっしゃいます。遊戯王をやめようと思いました。都会の人より公園で遊んでる人の方が聞かれた言葉は言わないと今日気がつきました。イエス様をますます愛せるようになりました。どうか放送時間を検討してください。聖書を読み始めましたが難しくてすぐ寝てしまいます。この放送で継続する意味を知りました。物の中では自然の中の方が神様を感じることができます。明日の放送がうまくいくようにお祈りしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメンアメン。皆さんの証で心温かくなりました。アメンアメン。ありがとうございました。神様にいただいた命を大切にします。イエスキリストを信じて悔い改めば生活が変わりました。皆さんも日々神様が作った自然に触れましょう。そうですね、皆さん自然って綺麗ですよね。皆さんね、こういうね綺麗なところってめったに行くことできませんが、こういう綺麗なところをね、やっぱり神様が作った人間を慰めるために自然を作っていいですね。イエス様を信じるとね、自然が綺麗になりますね。イエス様を信じると自然が綺麗になってですね、ああ天国はこんな綺麗なとこなんだな。多分天国はもっともっと綺麗ですよ。天国はもっともっと綺麗ですが、ね、まあ、地上にもまあ天国みたいな場所があるっていうかね、まあ、この地上のこういうとこ行くとですね、綺麗だけどちょっと寂しい感じありますよね。地上っていうのはやっぱりなんかまだ天国じゃないので、こういうところずっといるとなんか寂しさ、虚しさも感じますね。でも天国行ったらもっと美しくて虚しさも感じないし、飽きもしないし、寂しさも虚しさ寂しさが感じないんじゃないかなと思うんですね。地上の自然は綺麗は綺麗なんだけど、何かこうちょっと寂しさを感じますね。リトルさんすみません、寂しくてもイエス様がいます。寂しくてもイエス様がいます、ね。寂しくてもイエス様がいる、まあ、地上でもですね、地上でもイエス様がいますからね。ノンクリスチャンの人はちょっと寂しさわびさびがあるでしょうけど、クリスチャンの方は、意外と、あれですね、クリスチャンの方はあらら、寂しくないかもしれない。油注ぎでイエス様を感じたら寂しくなくなりました。アメン。油注ぎを求めましょう。油注ぎです。祈りましょう。そうなんです。油注ぎというのは結局は、まあ、イエス様の愛の中にいるというか、イエス様の臨在というか、イエス様の力を受けるというか、まあ、そういう感じでしょうかね。はい、
まあ、そういうわけで、油注ぎ最高です、油注ぎ最高です、油注ぎなるものに興味があります。ちょっと今日はですね、明日から1ヶ月半かな、ストキグさん今日も放送します、アメン。1ヶ月半これ明日から1ヶ月半ガジモさんが集会があります。で、もう一回ちょっと貼ろうかな。ごめんなさい、東京関係は東京関係はここの4日間はここにスケジュールがありますね。そして今日はですね、ちょっと放送の最初の方にやったんですが、ガジマさんが詩を読み返した写真があって、その写真をちょっとお見せしたんですが、ちょっともう一回最後に、まあ、新しく来た方もいるのでちょっともう一回見せますね。これですね、この左側の人が、左側の人がガジマ牧師ですね。でこれタンザニアの新聞なんですが、2枚の写真があります。この左の方が死人が蘇って生き返った写真ですね。生き返った写真、死んでいた人が生き返った写真ですね。で、右の方が元気になってきて歩いてる写真ですね。歩いてる写真、こういうですね、死んだ人が本当にこの生き返ったという写真ですね。はい、まあそういうわけで、日本がですね1ヶ月半ガジマ大会でガジマさんや出演者とお話しするチャンスはありますか。ガジマさんに手を置いて祈ってもらうチャンスがありますね。ミニストリーの時間というのがありまして、一人一人手を置いて、頭に手を置いて祈ってくれる時間があると思います。並ばなきゃいけないんですけど、並んでですね、一人一人ガジマさんに手を置いて祈ってもらいますからね。それではですね、ファイナルいきましょうかね。ファイナル、あ、最後に言いたかったのは、竹内さん、竹内さんって誰でしょう。竹内さん知らないな。はい、それではですね、最後の、まあ、言いたいことは、要するに日本が蘇ってほしいということですね。ラブアジアミッション、ラブアミッションね、個人的に話することができるかどうか、ちょっともし会場でいたら紹介しますね。会場でいたら竹内さん紹介しましょう。中国選挙の方ですね。中国選挙、昨日だったかな、中国を愛そうっていうのは昨日だったかな、一昨日だったかな。はい、それではですね、まあ、最後に言いたいのは、要するに日本が、死んでる日本が蘇ってほしいということですね。死んでる日本がガジマさんの全国ツアーで蘇ってほしいということです。日本が生き返ってほしい、日本が生き返ってほしい、日本が生き返ってほしいということですね。アメン、アメン。リバイバルというのは日本のよみがえりなんだよと。リバイバルというのは日本のよみがえり、日本のよみがえりだということですね。アメン、アメン。それじゃあ皆さんね、今日話を聞いて、よみがえることが神様の御心ということですが、ああ確かに、私の人生は死んでいる、私の心は死んでいるということが分かった人、死んでいる心がよみがえりたいと、イエス・キリストを信じてよみがえりたいと思う人ね、アメンと言ってください。イエス様を信じて、イエス様を信じて、そのよみがえりたいという人、アメンということですね。アメン、アメン。よみがえるチャンス、よみがえるチャンス、よみがえるチャンスです。よみがえりたい方、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン。素晴らしい、素晴らしい。アメン。
素晴らしいですね。アメン、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 アメン。じゃあですね、今皆さんアメンと言った方はこう言ってください。イエス様、命をください。心から死んでいます。命をください。イエス様、命をください。生き返らせてください。生き返らせてください。生き返らせてください。そう言ってください。そう言ってください。あなたを信じます。あなたを信じます。あなたは命です。あなたは命です。そう言ってください。そう言ってください。アメン。素晴らしい、素晴らしい。はい、素晴らしいですね。イエス様を信じます。あなたは命です。あなたは命です。アメン。じゃあ祈りましょうね。祈りましょう。イエス様、以前は死んでいました。以前は霊的に死んでいました。心が死んでいました。死んでいました。人生が死んでいました。死んでいた私に命を与えてください。私たちに命を与えてくださって、私たちは生き返ることができました。蘇ることができました。感謝します、感謝します。しかしまだまだ日本人の 99%、 日本人の 99% はまだ霊的に死んでいます。彼らが蘇ってほしいのです。彼らがイエス様の御言葉を聞いて、イエス様の御言葉を聞いて蘇ってほしいのです。蘇ってほしいのです。蘇ってほしいのです。生き返ってほしいのです。生き返ってほしいのです。今アーメンと言った方々に命が注がれますように、命が注がれますように、命が注がれますように、命が注がれますように。永遠の命が十字架から、十字架から永遠の命が与えられますように、永遠の命が与えられますように、永遠の命が与えられますように。イエス様、それがあなたの御心です。イエスキリストを信じる者がよみがえる、そして終わりの日によみがえる。終わりの日にイエスキリストを信じた者がよみがえる。それがあなたの御心です。それがあなたの御心です。日本を生き返らせてください。日本をよみがえらせてください。イエス様、死んだ日本がよみがえりますように。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 イエス様、死んだ日本が生き返りますように。生き返りますように。よみがえりますように。イエス様、日本をよみがえらせてください。日本をよみがえらせてください。生き返ることができますように。生き返ることができますように。イエス様、日本に命を与えてください。命を与えてください。命を注いでください。命を注いでください。イエス様、日本を生き返らせてください。日本が生き返りますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。ハレルヤ、アーメン、アーメン。姉さん、日本は生き返ります。日本はよみがえります。信じましょう。それがリバイバルです。それがリバイバルです、明日ね、放送ができたら明日お会いしましょう。もし放送できなかったら、土曜日になっちゃうのかな。放送ができたらいいと思います。それではありがとうございました。おやすみなさい。シャローン、シャローン、シャローン。おやすみなさい。シャローン、シャローン、シャローン。アメン、アメン、シャローン。